武士。武士は、10世紀から19世紀にかけての日本に、存在した、宗家の主人を頂点とした、家族共同体の生員である。など諸説がある。同義語として武者、武者、武者があるが、武士に比べて戦闘員的もしくは就職的ニュアンスが、強い、妖霊、武者へ、武者修行、武者部類、鎧武者、女武者、若武者、落ち武者など。すなわち、 戦闘とは無縁も同然で、武者と呼び難い武士はいるが、すべての武者は武士である。他に、類義語として、侍、兵、兵舎、強者、武人などもあるが、これらは、同義ではない、侍は、該当項目を参照。兵、兵舎や武人は、武士に限らず、日本に限らず用いられる。武士は、性別を統うではなく、性別表現に乏しいものの、女性の武士が、 戦闘員的特徴を強く備える場合に限って、女武者、女武者という呼び方をする。武士は平安時代に発生し、その軍事力をもって、貴族支配の社会を転覆せしめ、古代を終焉させたとする理解が通常されている。旧来の政権を供物として維持したまま自らが実質的に主導する忠誠者を構築した後は、近世の終わり、幕末まで日本の歴史を牽引する。 中心的存在であり続けた。近代に入って武士という存在そのものを廃したのも多くの武士が参画する近代政府、明治政府でった。武士の起源に関しては諸説があり、まだ決定的な学説があるわけではない。主要な学説としては以下の三つを挙げることができる。武士の起源に関する研究は中世の発見と密接に関わっている。 明治時代の歴史学者、三浦博之らによって日本にも中世があったことが見出された。当時の欧米史学では中世は欧米に特有のもので近代へ発展するために必須な時代とされていた。アジア・アフリカはいまだ当時古代社会であり、欧米のような近代社会に発展することは不可能とされていた。三浦らはヨーロッパの中世がゲルマン民族の大移動によって 辺境で発生した武装した封建領主である騎士によって支えられたことに着目し、日本で平安時代中期から東国を中心とした辺境社会で活躍した武士を騎士と同じ武装した封建領主と位置づけ、アジアで唯一日本にも中世が存在したと日本は近代化できると主張した。武士は市営伝の開発領主であり、その起源は 抵抗する配下の濃度と介入する受領に対抗するために武装した大脳演手とする。この学説は広く受け入れられ、戦後も学会の主流を占めることとなった。唯物士官の影響を受け、武士は古代支配階級である貴族や宗教勢力を排除し、中世をもたらした変革者として、石本ただらによって位置づけられた。しかし、開発領主論では、 すべての武士の発生を説明できたわけではなかった。特に、武士団の主要メンバーである源氏、兵士、藤原氏などを起源とする、上級武士や朝廷、院など検問と密接に結びついた武士の起源を説明できない。そこで、佐藤真一、上横手正隆、戸田義美、高橋正明らによって、これら在京の武士を武士の起源とする、 食能武士起源論が提唱された。武士は一般に家族共同体あるいは兵法家のこととされるが、これだけでは平安時代以前の律令体制下の武官との違いがはっきりしない。例えば、武人として名高い征夷大将軍の坂上田村麻呂は優れた武官であるが武士であるとは言えない。また、中国や朝鮮の武人との違いも明確でない。 中国や朝鮮には武人は存在したが、日本の武士に似たものは存在しなかった。時代的に言えば、武士と呼べる存在は、国風文化の成立期にあたる平安中期、十世紀に登場する。つまり、それ以前の武に従事したものは、武漢ではあっても、武士ではない。では、武漢と武士の違いとは何か簡単に言えば、武漢は、官人として武装しており、 律令官制の中で訓練を受けた上勤の公務員的存在であるのに対して武士は十世紀に成立した新式の武芸を家芸とし武装を朝廷や国画から公認された下級貴族、下級官人、有力者の家人からなる人々であって律令官制の訓練機構で律令正式の武芸を身につけたものではなかった。ただし、 官人として部に携わることを本文とした武装集団ではあった。また、単に私的に武装するものは武士と認識されなかった。この点が歴史学において十分解明されていなかった時期には武士を国家の統制外で私的に武装する暴力団的なものと捉える見解もあった。ただし、武装集団である武士社会の行動原理に現代社会では ヤクザなどの暴力団組織に特徴的に認められる行動原理が無視できないほど共通しているのも確かである。軍事、武芸や経理、産、法務、病房といった朝廷の行政機構を律令制機構内で養成された官人から様々な影を継承する実務官人の家にアウトソーシングしていったのが平安時代の朝国家体制であった。そして、 軍事を担当した国家公認の家の者が武士であった。王朝国家体制では4位、5位止まりの受領に任命されるクラスの実務官人である下級貴族を初代部と上級貴族や初代部に仕える6位止まりの技能官人や家人を侍とこ、彼らが行政実務を担っていた。武芸の実務、技能官人たる武士もこの両身分にまたがっており、 在京の姓は源氏や艦竹平氏などの軍事貴族が、初代武身分、大多数の在地武士が、侍身分であった。地域社会においては国家に君臨する呪領が、初代武身分であり、それに仕えて支配者層を形成したのが、侍身分であった。こうした事情は、武士の発生時期から数世紀下る17世紀初頭の、日保辞書に、侍は、基人を意味し、武士は、 軍人を意味する特別して記載されていることにもその一端が現れている。よく言われるように貴族に仕える存在として認識された武士を侍と呼んだというよりも、むしろ上層武士を除く大多数の武士が侍身分の一角を形成したといった方が正確であろう。また、武士などの初代部、侍クラスの家の影へは、 親から声幼少時からの英才教育で伝えられると、共に能力を見込んだ者を弟子や老頭にして伝授し、優秀であれば養子に迎えた。武士と公認される家もこのようにして増加していったと考えられる。いわば国家から免許を受けた軍事下受け企業家こそが武士の実像であった。そして朝廷や国家は必要に応じて武士の家に属するものを招集して、 紛争の収集などに当たったのである。なお、これとは別に中世の前期の頃までは、他者に対して実力による制裁権を行使できる者を苦行クラスを含めて、武士と言い表す故障も存在した。このことは、陰性下で活躍した北面武士などもその名簿を参照すると、侍身分以外の僧侶、神官などが多数含まれていることでもわかる。 武士の起源については、従来は、新興地方領主層が自衛の必要から武装した、面を重視する説が主流であった。そうした、武装集団が武士団として組織化されるにあたって、都から国士などとして派遣された、下級貴族、地下人、下級官人層を闘領として衰退し、さらに大規模な組織化が行われると、政は源氏や官務兵士のような皇室ゆかりの、 相続出身の下級貴族が武士団の上位にある武家の統領となった。しかし近年は、むしろ起源となるのは、聖和源氏や幹部兵士のような貴族層、下級官人層の側であるとする見解が提唱されている。彼らが平安後期の荘園公領制成立期から、荘園領主や国家と結びついて、諸領経営者として発展していったと見る説である。つまり、 武士団としての組織化は、下から上へでなく、上から下へとなされていったとする。そうした武士の起源となった、軍事を専業とする貴族を、軍事貴族、武家貴族と呼ぶ。平安時代、朝廷の地方支配が、筆頭国士である樹領に権力を集中する体制に移行すると、樹領の集奪に対する不合脈焦燥の武装襲撃が頻発するようになった。当初、 受領たちは、東北制圧戦争に伴って各地に補修として、抑留されたエゾ集団、すなわち不修を騎馬襲撃戦を得意とする士兵として、鎮圧に当たらせた。しかし不修と、在地社会の圧力が激しくなると彼らは、東北に帰還させられたと考えられている。それに代わって、不修を士兵として、治安維持活動の実践に参加したことのある、受領経験者やその指定で、 中央の出世コースから外れ、受領になりうる、初代武装からも転落した者たちが、地域紛争の鎮圧に投与された。折氏も、歌天皇と醍醐天皇が、菅原道真や藤原時平らを投与して行った、国政改革により、全国的な騒乱状況が生じていた。彼らは初代武装への復帰をかけ、江戸の戦術に改良を施して、大鎧と、 毛抜き家たちたちを身につけ長久を操るエリート騎馬戦士として活躍し、最初の武芸の家としての公認を受けた。藤原秀里、平高持、源常元らが、この第一世代の武士と考えられ、彼らは在地において、従来の富豪百少燥、多と不明と同様に、大規模な公伝受け作を国家と契約することで、武人としての経済基盤を預かられた。しかし、 軍港への諸遇の不満や、国家側が彼らの信仰の武人としての誇りを踏みにじるような朝税集奪に走ったり、彼らが武人としての自負から地域紛争に介入した時の対応を誤ったりたことをきっかけに起きたのが、藤原住友や平高持の孫の平の、正門らによる反乱、上平天業の乱であった。この時点では、まだ武士の経済基盤は、 公電受け作経営で、所領経営者ではなかった。しかし、11世紀半ばに、荘園の一円化が進み、諸国の荘園高領館で、武力紛争が頻発するようになると、荘園及び高領である軍、郷、この朝勢、警察、裁判責任者としての荘園の召喚、総除や、高領の軍事、郷氏、安氏に、軍事紛争に対応できる武士が任命されることが多くなり、 これらを領地とする、所領経営者としての武士が成立したのである。武士は、社会的身分であると同時に、武芸という芸能を家業とする職業的な身分で、あるとも規定できる。つまり、馬上の写実や、合戦の作法を継承する家に生まれ、それを継いだ人物が武士であると言える。また、中世になり、部門の家が確立した後でも、 それとは別に朝廷の武漢に相当する職種が一応存在した。源氏及び兵士の諸流と藤原秀里の子孫の秀里流が特に有名である。これら以外では藤原敏人を子孫とする敏人流や藤原道兼の後衛とする宇都宮氏が多く、他に佐賀源氏の渡辺氏や大江広元が有名な大江氏などがあり、有力な武士団はこれらの家系のいずれかを 起源としていた。先祖の武名によって自分の家が武士として認められていたため、彼らは自分の家系や巧妙な先祖を誇っていたとも言える。ただし、この論は、素王の有力武士、大内氏には当てはまらず、大内氏は下ら王の子孫を自称している。食の起源論では、地方の武士を十分説明できるわけではない。確かに、源平。 藤士立花といった貴族を起源とする武士や技術としての武芸については説明ができるが彼らの職能を支える経済的基盤としての所領や人的基盤としての主従関係への説明が弱すぎる。こうした弱点を克服する議論として主張され始めたのが下向井達彦らによって主張されているように出現期の武士が他と不明としての経済基盤を与えられており十一世紀の 後期王朝国家に国家体制が変質した時点で、荘園綱領の管理者としての漁師身分を獲得したとする議論である。国が軍政。職能起源論では、武士とみなされる、社会階層は、源氏、平氏などの8世紀には武芸を稼業とする初代部、侍身分のエリート騎馬戦士に限定されていたとし、その後、中世を通じて、競技の武士との主従関係を通じて、 抗義の武士とみなされる階層が室町時代以降拡大していった。八世紀の武士の家組織の内部奉公人の中においても、武士と同様に戦場は、騎馬戦士として活動した老党や、徒歩で戦った重卒がいたが、室町、戦国期になると武士身分の格差が大きくなり、競技の武士同士の主従関係のほかに、本来は百姓身分でありながら、 競技の武士の支配する所要の名主層から軍役を通じて主従関係を持つようになった抗議の武士としての地侍などが登場する。このように室町時代以降武士内部に複雑な身分階層が成立していったが、これらは拡大した武士身分の範囲が一応確定された江戸時代の武士内部の身分制度に結実している。 江戸時代の武士の身分を以下に大雑把に分類する。細かく分ければ、切りがなく、大名家などによっても分け方や名称が違うため、あくまで大体の目安である。武士の身分を、死分と言い,い、死分は、大きく、侍と、価値に分けられる。これは、南北朝時代以降、戦場への動員人数が激増して、徒歩での集団戦が主体となり、騎馬戦闘を行う戦闘局面が、 比較的限定されるようになっても、本来の武士であるか否かは、騎馬戦闘を家業とするそうか否かという基準での戦力が後世まで保持されていったためである。侍は、競技の、つまり本来の武士であり、所領、治療を持ち、戦の時は馬に乗るもので、お目見えの資格を持つ。江戸時代の記録には、騎士と表記され、これは価値との比較語である。また、 上司とも呼ばれる。価値は、縁米前をもらい、徒歩で戦うもので、お目見えの資格を持たない。歌詞、敬拝、無俗などとも呼ばれる。侍のうち、千国程度以上のものは、大臣、人持ちと呼ばれることがあり、戦の時は、備えの侍大将となり、平時は、武行職等を歴任し、抜擢されて、側用人や、潮木画廊となることもある。それ以下の、 侍は、平侍、平侍、馬乗りなどと呼ばれる。以下、特定の呼び名のものを挙げる。武士は当初、侍に象徴されるように、天皇、貴族の敬語や、紛争の鎮圧を任とする階層であったが、平の清盛の兵士政権を経て、鎌倉幕府の成立に至り、旧来の支配権力である朝廷、国士、荘園に耐えて、全国の政治権力を担う。 公権力に発展した。また、個々人の武士が国士、小炎領主として地方の政務を担う局面も拡大していった。近世において武士が耐え難い、プレーを受けた時は切っても処罰されないとされる、節者語面。これは、当時の江戸幕府の法律である、くじ方お定め書き十一条追加上によって明記されている。相手に対して失礼な態度を意味し、 発言の場合、例えば目上あるいは年上の人に敬語を使わない、もしくは失礼な喋り方をする等は口下手とも言われている。初の武家政権である鎌倉幕府においては、大江広元に代表される下級貴族を文化的存在として招聘した。室町時代、戦国時代、安土桃山時代と次第に武士が公権力を担う領域は拡大し続けた。 貴族を武家政権が招兵する例は続いたものの、実務を担う立場から古文的な立場へと権限は縮小してい、そして元来軍人、武官に相当する職務であった武士が軍艦として働くことが多くなった。江戸時代以降は、社会のすべてを覆うようになり、幕府においても僧侶を古文的立場として招兵する場合はあったが、貴族、君へは政権から締め出された。 これにより、文官的な役目もすべて武士が担うようになり、江戸時代以降の武士は、軍事から政治行政等へと活躍の場を移っていくことになる。また文芸や学問など、武芸とは関係ない才能を認められて新たに幕府や藩に登用された者も、武士としての身分が与えられた。このようなところにも、武士と武官の違いが現れていると言えよう。江戸幕府においては文官及び行政担当に、 相当する武士を役方、武官に相当する武士を番方と呼んだ。戦国の武士の棋風を受け継ぎ順視などを行う、景気者を高知通常維持のため徳川家綱の代に、禁止した。その後江戸時代では、義を重んじる武士としての思想が存在するようになる。このため、後世において、武士道という概念につながるような、武士としての理想や支配者としての価値観としての指導が生まれた。 しかし、安定期であった江戸時代を通じて形成された、儒教的な指導に反発し武士としての本来のありようを訴える人もいた。そうした武士の一人、佐賀藩士、山本城長が話した内容が、葉隠れに武士道という記述としてまとめられているが、それは武士社会に広まることはなかった。幕末の万円元年、1860年、山岡鉄舟が、 武士道を表した。それによると、神道にあらず、儒道にあらず、仏道にあらず、真珠仏三道優和の道年にして、中古以降もっぱら部門にって、その著式を見る。鉄太郎、鉄州これを名付けて、武士道というとあり、少なくとも山岡鉄州の認識では、中世より存在したが、自分が名付けるまでは、武士道とは呼ばれていなかったとしている。明治になり、 武士の多くは士族となり、旧武士の身分は消滅した。しかし後に武士道という概念が後の時代に引き継がれるようになった。また一方で美学として文学や芸能の世界で様々な形となって現れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。